こんにちは単位賞の「序」の部分を読んでいますけれどもあれから、えー、前回の動画以来、えー、別のテキストを買いまして、えー、それを見ましたらば漢文の「序」について、えー、書き下しの文がありました。 もしかしたら「単二章というのは全体が漢文で書いてあるのかなと改めてそんな疑問を持っていますがこれもあの勉強不足でこれからもう一度、えー、読んで考えなきゃいけないテーマだなというふうに思っています。で今日はですねあの漢文ではなくその読み下しの文が ありましたのでそれでもう一度正確に読んでみようというふうに思いまして、えー、取り直しというか、うん、あの再読ということで、えー、ちょっとお話をしてみようと思います本当に初心者がこういう文章を読むときにどうやったらその手順で 読めるかというそういう実験にもなっていますんで、えー、よろししくお願いします <laughs> で私があの基本にしてますのはちょうど今この上にあのテキストが写真が載ってるんですけどもね「単、えー、二章という岩波文庫のテキストを使っていますでその部分をあのちょっと拡大でコピーしまして今、えー、皆さんから見て左側に表示がしてあるわけです。 で原則は「文節と文節がつながらないところを切りましょう」というこれが文を読む時の大原則なんですねで幸い前回もやりましたけどもあの点が打ってある当点が打ってありまして親切にほとんどこうざっと見渡したところこれ左側の書き下しの文章ですね。 で右側が漢文です。今日はあの漢文の部分は無視をして左側だけを問題にします。で幸いなことにあの点が打ってある部分はあの分節同士がほぼつながっているように見えますね。えー、密かに不安をめぐる。ほぼここを考えるんです。戦士の苦伝の心身に異なることもない。これもつながってますね。 全部つながってますここも一応は青で入れてみますけどね点のところ見やすいようにで本当にここまではつながっていますでこの句点ですねこれもつながっている幸いにただここですあとできるところは「にはは切れるんです、えー、あとは幸いに」ですね幸いに「上ではないですね幸いに「上えの知識によらずはここはつながってます。 いかでか異形の一部いかでかも切れますね。いかでかどうしゃってと、えー、これもつながっていますでつながっている部分は青で切っておきますね。青はまとまった部分であるとでこれはあの実は今やっている作業というのは漢文の場合にとても読みにくかったのであのー、切ったわけですけどもこれほとんど。 えー、読みやすいですね句読点があるということはね。で今日はもう一度もういきなり読むのではなくて、えー、今見たのは、えー、ずっとですね、えー、このあここ,ここにありますねバの後にあります終わりから4行目ですそして、えー、今見ているのは、えー、左から4行目の「 いかでかのとこですね。いかでかで、でいかでか異行ではなくてい,えいることはええんや全く事件の全くの全くも切れますね全く事件自分で考えると全くあとここ切れます事件の覚悟を持ってこれは繋がってます他力の終始を乱ることなかれこれも繋がってますね で、こう進乱承認の恩物語の留まるところいささかの前が切れます終わりから2行目です、えー、一重2が切れます終わりの行です <coughs> で、あとは今回の工夫で、えー、山括弧をつけときます終わりから逆に行きます同心、えー、行者の不信 これ山かっこですあとは、えー、終わりから2行目「古親鸞上人の物語の趣」これ全体です物語ちょっとくくりましょうか。でもう一回くくれると趣でくくってもう一回あると。さて、えー、私これ一度読んでますんでね、あのー、大事なのは、えー、区切れた後では「 下りで読むというののは別の動画で話をしてますけども、えー、でもだいあの古典の文の場合には全部しっかりとあの下りで読むと下りで読んで間のところですっと軽く緩めると下って緩めるつまり下って下っていって考えてふっと緩めたところで考えがまとまるうん分かると。 飲み込むわけですね飲み込むと体がうっと浮くんですこれこれだなそうだこれこれだなそうだというねそういう読み方になる。でこのこういうあの古文の場合には、えー、スラスラと読んんだらら頭に入らないんで,すですから今最初につけましたこの青い線ですね。 青い線ののの区切りごとにある程度の意味の納得があるとそれをもう一度、えー、再読ですのであまり細かいところはあのこだわらずにであとは単語ですねあの独特の単語というのがあるんですけどこれはあの本のテキストの注釈難ぞを後で関心持たれた方は読むといい。 でおよその意味ででいいんですあの厳密な、あのー、単語ですとか用語ですねそれにこだわると全体が見えなくなってしまうそんなわけで、えー、今日は、えー、もう一度大体あの「当点」「九点」の区切りを目標にしてその部分までをゆっくりと読んで間を取りながら もしも思ったことがあれば、えー、コメントしましてそして最後には、えー、全文通して、えー、緊張しますけど全文通して、えー、読んで、えー、まとめにしようとそういうふうに考えてます <laughs> それではちょうど真ん中編です読んでいくことにしますちょっとそうですねあのマウスのカーソルで折った方が見やすいと思いますので 今密かにの日の頭のところへカーソル行ってますけども。だあとは皆さん読む時にはあの左側に定規を置くとかね、そういうやり方をすると、えー、読みやすいんです。これはあの私の、うん、読書の教科書という本に読み方の一つの技術として挙げてありますけども。今回の場合はあのまあこのマウスカーソルが、えー、右手の 指だと思いましてその指で追いながら、うん、読んでいくことにしますんで、えー、よろしくお願いします <laughs> 密かにグアンを巡らしてグアンっていうのはね、えー、謙譲語です、えー、自分の考え案は考えですねで、ここだけここまで読んだだけで 私はといいう主語が省略されているそれはもう当然ですねあの序文です「単二章の、えー、前回も話しましたけど唯円坊とありますけど唯円三っていうんですかねその弟子の方が書いている親鸞の言葉をというわけでもいていきます。密かに具案を巡らしてというわけです。えー、次の 次の部分に行きますあ、これも切れてますねほぼはどこほぼで切りましょう切りますほぼで切れるんですけどねほぼほぼ考えるほぼというのはちょっと現代的な意味とは違うかもしれませんね、えー、ほぼというのは大体とかねおよそというふうなことかなそんなふうに取れると思います ほぼ古今を考えるにほぼ古今を考えるにほぼだいたい、えー、昔から今までのことをだいたい考えてみるにと。でここは前に戻りまして密かに具案を巡らしてほぼ古今を考えるにと。でこれつながってますね。こうしてこうすると。えー、ですからちょっとこれも。 巡らしてのところで、えー、意味的にはつながっていると具案を巡らして考えてみたと、えー、昔から今のことをですね次です <laughs> 戦士の苦伝の心身に異なることを嘆きでここでも山括弧つけます 戦士の伝ですね、先の師匠の伝口伝えのもの先の師匠が口にしたものの真の信じることっていうんですかね真実のその信心まあ信心というのは宗教でいう信人の信でしょう信に正しいその信仰とか正しい考え方に異なることを嘆きと。 でこの嘆きは当然私が嘆きだとですからこの書き出しからずっとつながっているのは自分の考えを序として述べているわけです、えー、ですから、えー、と最初の2つのフレーズといいますかねそれはつながったと、えー、であとはこれも前回言ったんですけど「密かに」っていうのはねあの表に出さずと。 密かにひっそり内側でと自分の心の中で考えを考えてみて昔から今のことを考えてみるとあの前の師匠戦士先,先にした人の口伝まあこれは親鸞、えー、のことだと思うんですけどねその心身に異なることを嘆きとそうすると前の先生が言ってたことと今の本当のこととが違ってることがあると。 それは何かというとまだこ,こじゃ分かんないですねそれを嘆いたとで何かというと高額相続の疑惑あることを思うこれもそうです高額相続の疑惑それがあるんですこれ仕事取っていいでしょうね高額相続の者たちの疑惑があることを思うと自分はなんで 前の先生師匠師匠の言ってた考え方と後にそれを引き継いだ後に学んで引き継いだ人たちのことがちょっと違うなということを思ったとです。ここまでです。えー、これも続いて一文でこの丸までをもう一回読んでみましょうかね。密かにをを巡らしてほぼ古今を考えるに 戦士の苦伝の心身に異なることを嘆き高額相続の疑惑あることを思う、思ったと嘆いて思ったとで、じゃあどうするのかというところが次の文ですねこれが二つ目の文ですね、えー、丸がつけてあるんですけどもこれもいわば便宜的に昔の文というのは点丸正確にはついてませんけど その区切りはきちんと解釈しながらつけなきゃいけない次行きましょう「幸いに」「運の知識によらずば」「いかぜか異業の一門にいることを縁や」「幸いに」ですねこれも「幸いに」っていうのもこれも波線つけとこうかなまあ運よくとか「幸い」「運の知識によらずば」 縁のある知識多分自分は先生を知っているということかなというふうに私とるんですけどねその縁のある知識によらなければどうして異形の一文にこの修行というか意というのはまあその学びの道でしょうかねこのね先生を学ぶというねそういうことだと思うんですでこれもあの全部強調なんです。 幸いにとどうして異形の一問に得ること縁やってこれどうしてそれができる一種の疑問形なんですけどね、うん、だからひっくり返して言えば「異形の一問にいるには右縁の知識を身につけなきゃいけない」っていうのは「縁のある」っていうのかな先生に縁のあるような知識先生との考えに近い知識ということかと思います。 もう一回読みますね幸いに上の知識によらずばいかでか異業の一文にいることをえんやで今私意識的にアクセントですとかね強調してますけどもこういう文章を理解していく時にアクセントどこに置くかっていうのはとっても大事なんですね力点の置き方です。あの力がが抜けて読みすると意味が立ってこない っていうことは自分の中意味が入ってこないんですねあの波線のこれも同じです次の部分全くですね、えー、全くでこれが最後の流れまでつながる流れっていうのは禁止です、えー、全くというのをもう一回次読んでいきます、ね、これはもうあの,あの点がないです全くからこの丸までね句点までずっと一続きになってますただ真ん中で切れる 全く事件の覚悟を持って他力の収支を乱るん乱ることなかれ全く事件の覚悟を持って他力の収支を乱ることなかれこれもねなかなか現代的には <laughs> つかみにくいんですけど全くその全くっていうのはまこれが大事だと本当にあの自分ですね自分で見る 事件の覚悟を持ったりきの収支他力の収支っていうのはこれは助けてもらうというそういう考え方というのかなこれもねちょっとあの私あの知識ないとこでわかりませんけどもまあ事件の覚悟っていうのは自,自ら考えてしっかりそのうん考えていけようというふうなねそのぐらいにとっていきます。で これが接続語にあたるんですよってですす終わりからっってます <laughs> よってまよというのはだからとそういうわけだからと、えー、つまり本当にその先生の教えを聞いていることを自分で受け止めていかないとそのこの道には入れないだからとよってですね 寄、えー、ってから次の終わりからこれを記すまでで「記すんだ」と「書いたんだ」と「だから書いたんだと」と寄って古親蘭商人の物語の趣耳の底にとどまるところいささかこれを記すこれです。これが 前の終わりから2行目の「山」かっこにあたりますね「えー、だからと」と亡くなった親鸞上人の物語物を語ったことの趣内容様子それが耳の底にとどまっているんだと自分の自分にとっては直接あの先生の親鸞の教えを私は聞いていると。それを いささかこれを記すいささかってのはまあちょっととちょっとですけどもこのあと読んでいきますと18条になってる18のちょっとした短い文章ですけどそれが18で書かれてるもう一度読んでみますね「よって古親蘭商人の御物語の趣耳の底にとどまるところ」。 いささかこれを知るすこの「いささか」っていうのもねちょっとかい「書きますよと」とちょっとあの謙遜の気持ちも感じますですけどもあんまりやたら長い本でたくさん書かれるよりは本当にその親鸞商人の物語ったところを書くということが逆に言えばいささかであっても貴重なものになるだろうとそして最後です これも文頭に力があるあの面白いですねこれ下ってみるとこのフレーズごとの頭に言葉の大事な転換点がある波線つけましたけどもねこの最後のも一重です一重に同心業者の不信を三千がためなりとうんぬんとありますうんぬんというのはまあ省略です でここで大事なのは「にとえにと」と,えにというのはここに向かって「中心点ですに同心行者同心行者の不信を三千がためない」と「三千というのは散らすすんですね、えー、私と同じような心を持ったこの修行の道にある人が不信感を持ってしまうだろうとそれをあの散らしたいと、えー、前にあったのは疑いですとかね うん、ちょっとよくわからんとあの先生の言葉をどうも違った言い方していると心身に異なる言い方をしているというねそれをあの不信そういう迷いから出てほしいとそれを散らしたいというねそういうのは序、えー、の心になっているわけです。えー、通して読んで、えー、終わりにいたします。 えー、5行目から、えー、ご覧ください <coughs> 密かに具案を巡らしてほぼ古今を考えるに戦士の苦伝の心身に異なることを嘆き高額相続の疑惑あることを思う幸いに右縁の知識によらずばいかてか 異形の一門にいることをえんや全く事件の覚悟をもって他力の終始を乱ることなかれよって古神蘭商人の御物語の趣き耳の底にとどまるところいささかこれを記すひとえに同心行者の不信を三千がためなり」。 というわけです。一旦軽い解釈しときますとねあとはあの読み方の部分的なポイントポイント特にあの波線の強調した部分があの術部のどこへかかっていくかそれを目指して読んでいくとあの文の意味がきちんと自分の中へ入ってくると思います。 軽い声でサラサラと流さずに一、えー、フレーズごとに、えー、とどまりある程度の納得がいったとところで先へ進むと、えー、世の中の人があ大体音読すると分かりま,ませんとかね音読すると意味分かんなくなっちゃいますっていう人いるんですけど大抵そういう人はさらさらと、えー、目で見るように、えー、発音していくので中身もつかめないし。 自分の考えが内部に落ちていかないそういう傾向がありますもう一度フレーズごとにじっくり読んでみてくださいそれではこれで終わりにします